皆さんこんにちは、パリのキクちゃんです。今日は、地下鉄サンミッシェルからほど近いレストランラ・ロゼールに行ってきます。ここはフランスのロゼール地方の田舎料理のお店で、とっても美味しくてキクちゃんも時々来るお店です。では張り切ってオニバー。本日の前菜は、このパテなんだけど、お肉のとちっちゃいサラダがついてるものを取りました。とても美味しそうです。そしてお友達は、これはアボカドとトムというチーズのサラダ、そしてもう一つはガスパチョです。ではいただきます。では乾杯。おいしい。ではいただきます。これはちょっともしかしたらマスタードもつけて、パンももらってで、こんな感じで食べます。からのワインもちょっとだけ。ね、コルニッション、ちょっとお口がさっぱりするのでコルニッションもいただきます。酸っぱいでも爽やかな感じです。満足です。メイン料理が来ました。今日はラパン、ウサギの料理です。どうぞちょっと見てください。美味しそうです。これはウサギ、それからほうれん草、じゃがいもで、このねソースはね、キノコのソースがかかっています。ではいただきます。キノコのソースをつけて、美味です。日本ではウサギあんまり食べないんだけれども、フランスではこうウサギをよく食べて、そうですね、味は、ちょっと鶏肉に近い、でももうちょっとコクがある感じで、とても美味しいです。赤ワインと合います。今日のデザートは見てください。チーズケーキみたいな感じなんだけど、フランス語ではフランと言います。ブルビーだから、羊のお乳のフランです。いただきます。結構しっかりしてる。これソースはね、赤いフルーツフランボワーズのソースです。
しいって言ってごめんね。でもとっても美味しい。あの羊のお乳ってちょっと匂いがあるんだけど、あのあまりこう臭くなく、とてもコクがある感じで、ほんのり温かくて美味しいです。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。とても良かったです。まず前菜はあのパテをっていうか、まあお肉のねを頼んだんだけど、あのキコちゃんは必ず前菜はもしあればパテを頼むようにしています。絶対外さなくて美味しいから。で、マスタードをちょっともらってちょっとつけたりするとまた味変になってとても美味しいです。で、あの他のね、今日は3人で来てるんだけど、他の人が取ったね、あのちょっと味見をさせてもらったんだけど、アボカドとブルービーのチーズのサラダとかもとても美味しかったし、ガスパチョもなかなかいけてました。で、メインで取ったラパ、ウサギね、ウサギはあのちょっとこう野生味あふれている場合もあって、ちょっとこう匂いがなとかそういう場合もあるんだけれども、ここの今日いただいたのはあのそういった臭みは全くなくて、割とあっさりとした感じで、いただきました。ソースもあのキノコソースでまろやかでとても良かったです。でね、あのラパンの中にこうちょっとファルスっていうんだけど、細かくちょっとひき肉になったみたいなあのウサギを、まあ、ハーブと混ぜたのをくるくるっとこう巻いてあって、それを焼いてオーブンで調理してあるものだったので、こうお肉の部分とそれからこうちょっとひいてある部分と両方とも味わえて、あのとても2つの味、まあ同じウサギなんだけれどもを味わうことができて、とてもいいメインでした。付け合わせのじゃがいももそれからほうれん草も、美味しかったです。で、最後に食べたデザートはブルミという羊のお乳の、まあ、チーズケーキみたいな、焼きチーズケーキみたいな形で、あのソースがちょっとかかっていて、普通そうね、あの牛のお乳よりもあの、まあ、羊の方がちょっと臭みがある場合があるんだけれども、とてもまろやかで美味しくいただきました。大満足のお昼ご飯でした。ちなみにこのお店は紙のメニューがなくて、あの周りに黒板があって、そしてあの黒板に書いてあるのを頼みます。でフランス人の手書きの、黒板なのでちょっと読みにくくて大変なんですが、ギャルソンお兄さんに言うと、あのこれは何ですかとか言うと説明をしてくれるし、英語メニューはありませんが英語でも説明してくれますというので、とても満足でした。ありがとうございました。今日のカフェはマロンゴさん、ここに入ります。コーヒーも店内で焙煎しているとっても美味しいコーヒー屋さんです。では行きましょう。皆さんは夏休み、楽しい夏休み過ごされましたか？9月になりました。キクちゃんは、南フランスでの楽しいバカンスを過ごして、ああもうバカンス終わってしまったというちょっと絶望のところで9月になっています。夏休みは南フランスに遊びに行ってきました。基本的には、最初1週間ニース、であと2週間アンティーブという、3週間のバカンスを過ごしてきました。
ね、みんなに3週間もバカンス過ごしてどうなの、大丈夫なのとか言われるんですが、まずはずっと昔に南フランスに住んでたこともあって、あっちにお友達がたくさんいるので、お友達のうちに泊まってみんな元気だったっていう話をしたりして、で3週間、海で泳いだり街で遊んだりというので、あっという間に過ぎちゃいました。ちなみに、今年の夏のバカンスの動画は8月に、ニースの市街を、ね、旧市内を回ったのと、それから、8月の終わりぐらいにアンティーブの友人宅の、トマトの菜園を、撮った動画で皆さんにお知らせしました。さてさて、3週間も友達の家に泊まるっていうと、何しろお土産をねたくさん持ってかなきゃいけないので、キクちゃんがどういうお土産をいっぱい持ってくかっていうのをお話します。まずは日本のものを持ってくっていうのは一番パーフェクトというので、日本に帰った時にいっぱいいろんなものを買ってくるわけだけれども、まあ男性だと、いわゆる男性のお土産はウイスキー、日本のウイスキーがやっぱり素晴らしい鉄板です。でね、最近はちょっと日本酒ブームというか、通の人の日本酒好きというのもあって、パリにもちょっとずつこの日本酒バーなるものができ始めてるのね。でなので、ウイスキーも素晴らしいんだけれども、最近の通の人たちは日本酒もいいよねっていうような感じになっているので、今回は日本から買ってきた日本酒をあげました。で女の人はやっぱり資生堂の美容液とかそういうの素晴らしいんだけれども、こう日本でこうなんていうの、紙のこうパックがあるじゃない、こう目と口が開いてるこう大容量の美容液がたっぷり含まれてる紙パック、でこれが今ちょっと大人気で、こうパックで買うとほら10枚入りとか、大きいのになると30枚入りとか50枚入りとかあって、結構重いから日本から買ってくるのにちょっと重いって言えば重いんだけれども、夏のバカンスに差し上げるのにいいので、それもとても素晴らしいお土産で、今年の夏休みは女性陣全員に美容液がたっぷり入ったパックを差し上げて、とてもとてもとても喜ばれました。で鉄板で抹茶のものっていうのはやっぱり抹茶キットカットは素晴らしい大人気、空港でも売ってるし日本のスーパーマーケットでも売ってるし、なので抹茶キットカットは、子供さんがいるところにはとっても喜ばれる、一つのお土産です。キットカットじゃなくてもね、抹茶のお菓子っていうのはもう全般的に喜ばれます。というのでまずはこう3つ、男性にお酒、女性に美容パックで、子供とか若い子は抹茶のお菓子というので、それをいっぱい買ってそれをいっぱい持って、バカンスの地に行きました。でね、バカンスに行くとね、こう今日は誰々さんちうちでバーベキューの会があるから行こうよとか言って結構誘われるのね。で、なんかキクちゃんが南に遊びに来てくれてるんだからみんなでたまにご飯しようよなんて言って集まったりするときに、またそこでもお土産が必要なんだよね。でみんな結構シャンパーニュを持ってきたりお花を持ってきたりいろいろするんだけど、そういう時にまたその日本のお菓子とか、今これ日本ですごい流行ってるのよとか、そういうのを持ってくと今日本ブームなのでとってもとっても喜ばれます。前はね、バカンスの地で日本食を作ってほしいとかいう時もあって、例えばおそうめんとかね、そういうのを作った時もあったんだけど、
最近は、まあ、ちょっとあの横着になって面倒くさいのでお料理はやらないと。だからその日本だなっていうふうに感じられるような、お土産をいっぱい持って楽しい楽しいバカンスを過ごしてきました。というわけで、今日は楽しかったバカンスのお話です。通常ね、ニースに行くときは、ニースっていうのはね、印象派の画家なんかが結構住んでた地もあるので、美術館に行ったり、街遊び、で、アンティーブに行くと、まあ、海で遊んだりね、そういうので、とても楽しく過ごしました。もう、これで遊びはおしまいです。これからはお仕事も頑張って、それから11月に日本に帰るのでね、その時の作品、フランス祭り向けの作品も作らなきゃいけないので、この秋は、スパートをかけて頑張ります。というわけで、メルシー、アビアント、オーバー、じゃあまたね。あの今日のお写真はせっかくなので南仏のフォトアルバムを載せようと思います。夏の楽しい思い出です。ではお楽しみください。